オプーナは2007年11月1日に公営より発売された w i 用ゲームソフトである。ジャンルは RPG。ランドロール星という惑星に不時着したキティア製出身の子供であるオプーナたちの活躍を描く RPG。クラシックコントローラなどに対応しているほか、ヌンチャクのみで片手でもプレイできる。公式サイトでは親指楽楽プレイと称している。 2007年3月14日に東京品川の品川グランドセントラルタワーにて発表会が開催された際に映像も合わせて公開された。当初は同年9月27日に発売する予定だったが、品質向上のため同年11月1日まで発売が延期された。ソフト自体は開発元のアルテピアッツァの企画であり、光栄ではないソフトメーカーから発売される予定だった。 戦国無双シリーズの杉山良樹が、どうしてもやりたいと談判し、当初は難色を示した、経営陣も熱意に負け、開発に合債務を出した。これを受け、公営の取締役名誉会長の襟川カ子ケイコが、堀井二に掛け合い、RPG を発売したいが開発できる、ソフトハウスを紹介してほしいと頼んだところ、堀井から、ドラゴンクエストシリーズのソフト開発の実績を持つ、 アルテピアッツァを紹介され、光栄カラトーソフトが発売されることとなった。なお、本作の BGM は2010年12月22日にベーシスケープから3枚組のサウンドトラックとして発売された。2011年5月19日発売の Nintendo 3DS 用ソフト、Dead Wire Live Dimensions には登場キャラクターザックのコスチュームの一つとして、 オプーナコスチュームが登場している。ティッティア製で一番のコスモガードの称号であるスターキティアンに選ばれたダディーナ一家はそのお祝いでランドロール製に旅行に行く。しかしその途中事故に遭い、ランドロール製に不時着し、オプーナたちの両親は大怪我を負い、オプーナたち兄弟姉妹もバラバラにはぐれてしまう。ランドロール製は住む人の能力や特性によって、 居住区ドームが分けられており、人々は仕事をして、ライセンスを獲得することによって、他の居住区ドームに移動できるという不思議な仕組みがあった。オプーナは、弟や妹を探し出し、家族一緒にキテヤ星に帰るため、ライセンスの取得を目指す。オプーナたちと関わる、特定のキャラクターは、友達になることができ、親密度を上げることが可能。 その他友達になれる人々本ソフトのジャンルはライフスタイル RPG と銘打っているが、これは RPG で経験値を稼ぐだけでなく、様々なイベントを通じて主人公たちが成長するためである。冒険の舞台となるランドロール制には、この星の平和を守っているランドロールガードという組織があり、主人公たちがそこでイベントをこなしていくことによって、様々なライセンスを手に入れて、 物語を進めていくことができる。ライセンス以外にも、テレビ放送や、滞在日数の設定、その他様々な寄り道、収集要素が存在する。敵との戦闘の開始は、ランダムエンカウント制をとっている。戦闘の全体的な流れは、ファイナルファンタジーシリーズで採用されている、アクティブタイムバトル方式に近いが、コマンド入力時でも、 敵の行動が一切中断されずに戦い続ける仕様である。攻述するように戦闘時間が設けられており、これによりテンポよくバトルができるようになっている。戦闘でできる行動は、の4つが可能。これらのコマンドは、エナジーをいくつか消費して行う。エナジーは消費すると、自動的に回復する。コマンド実行後は、エナジーが100%のキャラに行動順が回るが、 回復中のキャラはエナジーが100%になるまで待ち時間が発生する。消費したエナジーや前回の行動によってオプーナたちとダークローグたちの次に行動可能となるまでの時間が決められるためエナジーの貯める量をうまく調節しなければならない。通常の戦闘では現実の時間で2分以内、場合によってはより短い時間以内に戦闘を終えないとエナジー切れとなり、 戦闘に負けたことになってしまう。このような制約があるため、戦略的な行動と戦闘時間をよく考えて、戦闘を行わなければならない。エナジーボンボンによる攻撃攻撃方法は、ヌンチャクコントローラーの 3D コントロールスティックを主に使うという特徴のあるものとなっている。スティックを傾けるとオプルナたちの頭上の球体、エナジーボンボンにエナジーが貯められ、 スティックを元に戻すと、ボンボンが敵であるダークローグにぶつかって、ダメージを与えることができる。C ボタンを押しながら、スティックを動かす、または、ウィールモコンの十字、キー、エナジーを貯めている最中に Z ボタンを押す、のいずれかの操作でターゲットを選択し、ロックオンする。ボンボンの軌道はスティックを傾ける方向で変化する。スティックを元に戻す際に C ボタンを押すことで、 まっすぐの軌道でダークローグにボンボンを当てることができる。エナジーを貯めれば貯めるほどダークローグに与えるダメージも若干多くなり、またボンボンのスピードや軌道の曲がり具合も大きくなる。逆にエナジーを貯めなければボンボンのスピードや軌道の曲がり具合も小さくなる。目標の敵にボンボンを当てる際、他の敵に割り込まれると割り込んだ敵にダメージが与えられる。 ボンボンを当てる際にダークローグが攻撃するためにこちらに向かってきてしまうとボンボンが当てられず攻撃をミスしてしまうことがあるがボンボンの軌道を調整することでカウンターを当て攻撃を阻止することもできる敵には弱点となる部位が存在しカーブをかけて弱点にボンボンを当てることで大ダメージを与えることができるボンボンのカスタマイズによって ボンボンが貫通するようになっていれば、目標の敵までの軌道上にいる複数の敵を巻き込むこともできる。エナジーボンボンのカスタマイズエナジーボンボンは、従来の RPG の武器のようにカスタマイズできる。コーティングと呼ばれるものと、オプションと呼ばれるものがあり、コーティングは2種類、オプションは3種類まで装備可能である。エナジーボンボンをカスタマイズすることで、 属性攻撃やステータスを上昇させることができる。経験値を貯めるとオプーナたちの能力だけでなく、エナジーボンボン自体の能力も上がる。また、コーティングの全種と一部のオプションは装備することで、戦闘中のボンボンの見た目が変わる。フォースによる攻撃フォースは、呼ばれる体に集めた自然界のエネルギーを放出する技を使い、体力回復や強力な攻撃を行うコマンド。 従来の RPG での魔法に相当する。エナジーボンボンを使ったフォースや、属性を持ったフォースの攻撃、回復など様々なのものが存在する。なお、フォース攻撃は敵であるダークローグも使用してくる。オーラについて、ストーリーの進行によって、オプーナたちは、精霊の加護を受けることになり、加護を受けた精霊がバトル中に現れることもある。彼らにエナジーボンボンを当てることで、 戦闘のサポートをしてくれるようになる。プレイヤーはストーリー上本業とされるランドロールガードのライセンスレベルが一定以上になると副業としてランドロール性の別のライセンスも取ることができるようになる。しかしランドロール性に存在するライセンスの中には異性人という理由で取得できないライセンスのほかストーリー上を取る機会のないものがある。ライセンス取得は一部例外を除き、 ライセンスセンターで仕事を発行。ライセンスセンターに仕事の完了を報告ライセンスの更新を申請という流れを要し、管理社会であるランドロール制の様相を表している。またライセンスのレベルに応じ、オプーナの様々なステータスが上がる。ありがとうございます。